こんにちは、フィーフィーです。韓国にとってとっても悪いニュースがあります。アメリカ FRB が今後も金融緩和の引き締めを行っていくと発表したんですが、ここで大きなダメージを受けるのが新興国の通貨なんですね。自国の資本がますます金利の高いアメリカのドルに流れてしまいます。 で一応先進国と言っている韓国も実は新興国と全く変わらなくて FRB の利上げが韓国のウォン安にもろに影響してしまうんですねしかもウォン安が加速するとインフレ率も高くなっていくんですね韓国銀行の総裁は韓国のインフレ率が下がるまでは韓国も利上げを続ける必要があると発言しています また FRB よりも先に韓国の金融緩和の引き締めを終了する可能性も低いと言っているんですね。ただ韓国は何度もアメリカの金利に追いつこうと利上げをしているんですが、アメリカがさらに利上げをしているので追いつかないんです。あと、韓国政府がウォン安を食い止めるために、こちらも何度も為替介入しているのに、これも全然効果が見られません。 ただ、何もしないではもっと状況が悪くなるので、為替介入をしたり、利上げを続けるしかないんですよね。韓国政府が何度も為替介入をしていることは、IMF も確認済みなんですが、IMF は韓国を今のところ救済する気がないようです。ただ、韓国が助けて欲しがっていることは、IMF もわかっています。 まあ日本やアメリカからも見放されて仕方なく韓国は利上げを繰り返して何とかしようと必死なんですね。でも利上げをすれば企業は銀行からの融資を受けにくくなります。また韓国は家計債務がとんでもなく膨れ上がっているんですね。えつまり大きな借金をしている韓国国民が多いということなんですね。 韓国銀行が利上げをすれば銀行への返済額が多くなるので当然家計を直撃して韓国国民を苦しめます。まあ、ただこの韓国の家計債務は今も本当に世界の主要国と比較にならないほどの速さで増え続けているんです。 韓国銀行はこの家計債務を抑えるためにも利上げをしているんですね。ちなみに韓国の消費者物価指数は7月で6.3%でした。韓国の場合、この数字にプラス2%が本当の韓国の消費者物価指数だと専門家が指摘をしていて、 これを中央日報も報じていたのでえ正確には韓国の今の消費者物価指数は8%以上だということなんですねまあこれから冬場に向けてガスの価格が再び上昇する可能性がありますから今後も韓国ではインフレが続くだろうと言われていますで今のン安の状況ですが8月29日に1ドル1348ウォンになったんですよね これは今年の最安値です。以前から1ドル1350ウォンになるだろうなんて言われていましたけど、この流れだとまあそうなるでしょうね。で、ウォン安が進むと心配なのが物価高なんです。韓国は特に原材料の多くを輸入に頼っているので、これが物価高に影響してしまうんですね。 それは日本も同じではと思うかもですが日本の企業は韓国と違ってそれに対応する体力があります輸入した原材料が高くてもそれを価格にダイレクトに反映させないために工夫することができているんです元々もともと日本製品はクオリティが高いんですけどそのクオリティを落とさずに例えば量を減らすなど工夫をして値上げをしないようにしているんです 値上げをすると消費が落ち込んで結局は企業を苦しめるだけですからね。ただこうした工夫を韓国の企業はできません。量を減らすなどパッケージを変えるのにも生産ラインを変えないといけないんですが、それにも費用がかかりますからね。あと元々クオリティが高くない製品はもう削るところがないんですよね。そうするともっとクオリティが下がるだけなんです。 まあ韓国は日本企業のように製品の価格に反映させないように企業努力ができていないから、まあ、結局インフレが価格に反映してしまうんです。まあ、つまりこうして原材料の価格高騰によって製品の価格が上がってしまうという輸入物価上昇が韓国では深刻なんですねで。韓国における原材料など輸入物価による価格の高騰ですが上半期では平均 82%にもなりましたえ。つまり韓国では多くの製品の物価がこうした輸入物価の高騰によって起きているということなんです。インフレは世界的に今起きていることですけど、それが何が原因で起きているのか、物価上昇の詳細な内容は国ごとに違うんですよね。 で韓国の場合は海外からのエネルギーとともに肥料や農産物などの輸入品の価格の高騰がダイレクトに韓国の食品を中心に価格を押し上げているということなんですねものの値段が上がれば消費者は買えなくなりますよねでそうすれば消費が下がってそれが企業の売り上げに影響してそして韓国の景気が冷え込むんです 日本は韓国ほど深刻な状況にはなっていません。で、韓国で名門と言われている四世大学の経済学の教授が、韓国経済の現状についてこのように話しています。韓国の為替レートが不安定になったことで、投資をためらい企業は資金調達が難しくなって財務リスクが高まる。 そして日本などの通貨も値下がりしているので日本製品との価格競争で負けてしまうだから韓国の輸出もマイナスになってしまうととこのように今の韓国の経済状況を分析していましたあとさらには韓国の雇用状況についてもこの四世大学の教授は韓国で雇用が増えるなんて余裕はなくて このままどんどん減っていく。今の韓国の経済状況が韓国の労働市場にそのまま反映されるだろうと、こうした厳しい見方をしています。また、ソン・ギュンガン大学の経済学の教授も、 韓国は今、温安で原材料が値上がりしているので、輸出すればするほど赤字が出る状況だ。さらにインフレで物価高が続いている。人員を抱えていくのも難しい状況に向かう兆候があちこちに現れていると話しています。 でそうしたことから生産能力が減って人件費の負担が重くなれば人員削減え、さらには産業構造の調整に広がるかもしれないとこう指摘をしているんですねえ。つまり韓国の経済は今かなり深刻な状況で企業が苦しい状態に追い込まれているということなんです。え韓国の経営者協会の専務は韓国では今後 高金利、物価高、円安が2年以上続くと予想される。で、そうした状況の中で、雇用氷河期になる可能性が高いと話しています。で、その上で、韓国では、労働改革などを行って、労働市場を改善する必要があると訴えているんですね。で最後に、まあ、こんなにお先真っ暗な韓国経済ですから、まあ、当然、韓国株も今、売られまくっているんですけれども、 その韓国株の空売りがあまりにも激しいので、韓国の金融省が、これは何か証券会社が不正をしているのではないかと疑っているという報道があったんですね。で、韓国の金融省が空売り調査チームを新設する動きに出たらしいんです。で、その最初の調査対象になったのが、大手証券会社のモルガン・スタンレーだというんですね。 まあ確かにこの時期に韓国株の空売りが激しくなっても不思議ではないので、証券会社が不正をしてまで韓国株を売りたくなってもおかしくないでしょうね。必ず儲かりますから。まあただ仮にそのようなことがあったとしても、結局は韓国株に魅力がないからそんなことが起きてしまうわけですね。韓国経済がどん底で、 投資家たちが韓国の将来を見限っているのは事実なんですね。ま、あまりに韓国株が売りまくられているので、まあ、こんなのはおかしいと。焦って韓国の金融省が証券会社が不正をしていないか調査をするチームを立ち上げるわけです。ちなみに同じく大手の証券会社のメリル・リンチも調査対象に上がっているそうです。まあ、いずれにしろ、こうして空売りが激しくなるのは 韓国経済がここまでやばい状況と世界から見られているからなんです。韓国もそれを感じているはずです。なら証券会社が不正しているなんて言う前に、まずは現実と向き合って、着々と経済の立て直しに向けて動くべきだと思います。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。